サドースキーはアメリカ合衆国のニューヨーク市クイーンズにある楽器企画製造・販売会社。企画や営業などに携わる従業員は10名以下の小規模企業である。ベースやギター、プリアンプ、弦、パーツ類などを扱う自社名を冠したプライベートブランドを展開している。1979年にロジャーサドースキーがリペアショップとして創業。 当初はリペアショップとしてニューヨークでマーカス・ミラーなどを代表する顧客のベースを改造したり修理するのが専門であった。その後、シェクターやトム・アンダーソン、ワーモスなどに発注してベースギターやエレキギターの販売も始めた。サドースキーはリペアショップであったのもあり、創業当初からセットアップやモディファイに重きを置き、組み込みを除く木工や 木材加工などの製造はすべて外注である。また、各部品自体も現は、リチャードここ、ピックアップは、ディマジオや、セーモアダンカン、ノードストランド、ローラーといった一流メーカーに特注品を発注する、関わりもある。また塗装は、楽器専門の塗装会社のウィルキンズギターフィニッシュに委託している。以下は、主な製品。本社で企画と、 組み込みまで行うベースギターとエレキギター、エレキナイロンギターのカスタムオーダー。ベースギターは34インチのスケール長であり、現在のモデルではそれ以外のスケールでは提供されていない。基本は受注生産であるが、自社の店舗で完成品も販売している。ギターのシェイプは、ディンキーやテレキャスターのコピーモデルを採用している。ピックアップは、 ロジャーサドースキーがディマジオに特注したピックアップを標準仕様としているが、顧客の希望によって、セイモアダンカンやノードストランド、ローラーなどのメーカーの製品にすることもできる。製品の特徴としては、ギター、ベースともニューヨークという土地柄もありノイズや、それに起因する音痩せに対する対処として、プリアンプを内蔵したモデルが標準であり、また、創業者のロジャーの 軽いギターこそ良い楽器という考え、そしてスタジオセッションミュージシャンがスタジオやライブハウス間の移動及び長時間の演奏で負担にならないようボディにチャンバー加工を施し軽量化を図ったモデルを基本としている。なお、サドースキーのシッピングポリシーにて日本への直接の発送は行っていない。2020年より立ち上げられたベースギターの世界戦略モデル。 製造はドイツのワーウィック社が行っている。ロジャーサドースキーが直接監修し、チャンバーボディをはじめとした仕様は NYC と同じ手法にて製造されている。いずれもサドースキーベースギターの低コストパフォーマンスモデルである。当初は口述の通り日本で製造されていたが、2020年よりメトロライマワーウィックにて、メトロエクスプレスはワーウィック監修の下、 中国で製造している。NYC とメトロラインの明確な相違点は、ボディ加工が NYC がチャンバーであるのに対しメトロラインはソリッドであることや、ハードウェアの使用ボディのトップ材がメトロラインでは限定されている。さらなる廉価版であるメトロラインエクスプレスには、ヘッドストックにサドースキーのロゴはなく、代わりに RSD のロゴが与えられている。この理由としては、 2005年頃に中国国内で何者かにより、サドースキーの商標が登録されており、それを取り戻すため2015年より裁判にて、軽争中のための暫定的な措置であるとしている。ジャズベーススタイルの使用が基本で、ボディ材は奥目が使用されている。岡田インターナショナルが仲介のもと、愛知県の寺田楽器に外注で製造し、自社でセットアップする。 アーチトップギターシリーズ。ピックアップはディマジオ製の特注品。現在入手可能な5つ,つのモデルには、ジムホールモデル、ジミーブルーのモデル、セミホローモデル、LS-17 と SS-15 などが存在する。ブライアン・マーシャルタル・ウィルケンフェルド同社のアーチトップギターは、多くのジャズ系のギタリストが演奏し、エンドースされている。また、同社は、エレキギターのみならず、 エレクトリックナイロンストリングスギターも制作しており、代表的な愛用者にはリー・リトナーがおり、同社のホームページでもフィーチャーされている。多くの著名ベーシストにも愛用されている。サドースキーメトロラインは、1997年により、サドースキーの日本国内代理店の岡田インターナショナルを中心に展開していたベースギターを主としたモデル。特にベースに関しては、 サドースキーの連価版世界戦略モデルとして、国内だけではなく海外輸出モデルとしても展開していた。また、国内向けには、メトロラインとは別に、シダウスキー東京と称するブランドも展開していた。この背景としては、サドースキーの元従業員であった、菊池義幸が、現在岡田インターナショナルの社員として務めている、関係もあり、本家より、 ブランド名の使用を認可されていたことが挙げられる。製造は、長野県のレッドハウスやティーズギターズなどで、スワや EMG といったブランドの代理店であるため、それらのピックアップを取り付けることで、コストダウンを図っていた。エレキギターについては2018年までに、生産終了。ベースギターについては2020年をもって、日本国内での生産が終了し、ドイツのベースメーカー、 ワーウィックに移管されることになった。ありがとうございます。